よし。何？私は強くならなきゃいけないの。よろしく。それじゃあね。こんな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ。それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトは、クリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。何？キリトには、もっと強力で頼りになる、お姉さんの助っ人が必要だと思う。
だよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、シノンはたくさんパワーをつけて、もっと重い斧とかで直接戦うべきね。私は射撃が主体だから、接近戦闘は考えていないわ。重い武器を扱えることは必要かもしれないけど、武器の種類まで変える必要はないんじゃない？でも遠くから狙っているうちにすっごく速い敵がキリトに接近して一撃必殺したらそれで終わりだよ。可能性だけならそれもあるけど、事実上キリトがそんな目に遭うとは思えないけど。そうか。でも安全性は大事だと思うんだよな。キリトのパートナーとして戦うわけでしょ。かっこよさも必要だし。そもそもキリトと釣り合うパートナーじゃないとね。それには私みたいなメリハリの効いた体が必要だし、特に母性の象徴でありつつ女の子の魅力を引き立てる胸の大きさが大切だと思うんだよね。そんなの戦闘には関係ないでしょ。ここで戦ってるわけじゃないんだから。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。ごめんキリト、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。行かせちゃっていいの？なるほど。
いよいよか。そうね。いよいよね。そうだな。